ワンピースアワード最初の登場はこいつだ！ルフィ役田中真由美さんです。背中の傷は剣士の恥だ。どうも皆さんこんにちは、ドロマドラ役の中井和也です。よろしくお願いします。相手が風と海なら後悔してみせる。この船の航海士は誰？マギさん！ありがとうございます。岡村あけみです。よろしくお願いします。よ、お待たせ、プリンスだ。どうも、サンジ役の平井だれ。自分の名前を噛むかい。平田平井で、いや、もう一回噛んだ。秋です、よろしくお願いします。今日はタヌキを連れてきました。タヌキじゃねえ、俺はだな。私たちとここにいる皆さんが一斉に潰れたら、このアリーナは赤く染まるかしら。セーフルール。なんちゃって。皆さんこんにちは、山口百合子です。よろしくお願いします。ワンピースフィルゼットスーパー海パンじゃなくて悪かったな。さすがに寒いぜ。だけど寒さに負けず盛り上がっていくぞ。よー、死んだ骨だけブルック役の長でございます。スーパーサイヤ人じゃございませんよ。はい、今日は骨身にしみるこの寒空で皆さんどうもありがとうございます。脚本を担当させていただきました鈴木さんです。あ、監督をやらせていただきました長峰達也です。僕ワンピース、連載が始まった時からずっと好きで大好きで、で、ファンを代表するつもりで今回、やらせていただきました。皆さん絶対、テンションが上がる映画になったと思います。よろしくお願いします。原作者の小田さんとこの映画でかなりやり合いまして、大変なことになりまして、スタッフも大変だったんですけれども、まあそれでおかげでワンピースのファンの皆様に納得していただける熱い映画が出来上がったと思います。皆さん劇場でワンピースを
ワンピースの世界を浴びて楽しんでください。よろしくお願いします。次に登場するのはこのアワードのために駆けつけてくれたワンピース大好き有名人の登場です。最初のワンピース大好き有名人はこいつらだ。どうも笑い飯です。お願いします。映画には関係ないのに本当に申し訳ないです。すいません、こんなとこシャシャリ出てきてすいません。皆さんと同じファンなので今日はとても嬉しいです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ有名人続いての登場はこいつだ。本日よろしくお願いいたします。さあ続いての登場はこいつだ。埼玉西武ライオンズ石井和久。さあということでワンピース大好き有名人ジャンルも年齢も違うこの4名の方にお集まりいただきましたけれども、はい、まずはいやー笑い飯の二方、はい、海軍ですか。そうですね、はい、人相は海賊に近いんですけども手配されてるんですか、はい、これまさか後ろ、はい、ちょっと後ろ向くともしかすると、おー、ありがとうございます。正義って書いてます。違います、正義です。正義じゃない、違う、よくある名前ですけど。あ、そうなんです、下の名前は正義です、ね、海軍が正義って名付けてたら嫌ですよね。あ、ねえ、そうからな、すいません、はい、正義。さあ、この衣装を見て当然綾野浩二さんも今回はい、衣装には凝ってきたというふうに伺ってますが、ポイントはどういうところなんでしょう。はい、いや今回、実写版のフランキー役として呼ばれてきたというふうに伺ってたんですけれども、ちょっと話が違う感じかなと思いながら、はい、さあ石井さん、はい、石井さんは、はい、ワンピースの何かグッズを身につけてるのかなと今探してるんですけど、ちょっと見当たらないんですが、スーツ役の人いなかったでしたっけ。3時ですか。そうするともしかして3時的なイメージと、はい、さあ参りましょうか。次に登場するのはこの映画にも参加してくれたこいつらだ。各有名ファッションショーを代表して最新作ワンピースフィルムZに参加してくれた佐々木希、田中美穂、西内マリア、そしてメンノンパイレーツ、赤塚裕隆、岩永哲也、大杉裕典。なおメンノンパイレーツはルフィ、サンジ、ブルックが劇中で着ていたアルマーニエクスチェンジの衣装を着ての登場となります。佐々木さん、こんばんは、佐々木希です。ありがとうございます。こんなにも大人気の、ワンピースの作品に少しでも参加できたことが本当に光栄に思っております。今日は少しですが、最後まで楽しんでいってください。ありがとうございました。皆さんこんばんは、田中美穂です。私もワンピース大好きなので、この舞台に立たせていただけてとても光栄です。皆さん最後まで楽しんでいってくださいね。こんばんは、西内マリアと申します。はい、ですね、マリンバーちゃん役ということで、私おばあちゃん役を演じさせていただきました。初めて聞いた時にはおばあちゃん役どうやって演じようかなってすごく不安だったんですけれども、声のお仕事でしかできない役柄だなと思ったので、自分でも本当に全力を出しておばあちゃんを演じたので、ぜひ皆さん劇場でよく耳を澄まして聞いてみてください。スペシャルゲスト参上するのは篠原涼子、田川照之。最新作ワンピースフィルムZでネオ海軍幹部の美女アイン役、篠原涼子さん、そして同じくネオ海軍幹部の忍者風の男ビンズ役、田川照之さんです。さあそれではまずは篠原さん、ぜひこのファンの皆さんに一言お願いします。はい、
今回ですね、初めての声優でアイン役を務めさせていただきました篠原涼子です。本日は寒い中お集まりいただきましてありがとうございます。映画もすごく楽しい作品になっていますので、ぜひ劇場に、楽しみにいらしてください。よろしくお願いします。こんばんは、香川照之です。何も出ませんよ。ビンズというネオ海軍の下で働く、まあ、能力者の役で、初めてワンピースの世界に触れさせていただきました。大変に感動的な物語になっていると思います。明後日から公開いたしますので、ぜひ劇場でお会いしたいと思います。今日はお寒い中本当にありがとう。結局行きますか。分かりました。今日は